そうですね。まあ、今お話のあったように、やっぱ根本にあるのは優生思想、その人の命の価値に優劣をつけていいという思想があると思います。それと、やっぱ貧困に対する、まあ、自己責任論ですね。大悟様、二度目の謝罪においてもですね、まあ、努力している人もいるっていうような言い方をしていて、やっぱ根本的にはですね、なんか命の、優劣をつける、その線引きが変わってるだけなんじゃないかっていう疑いを私、まあ、未だに持って、います。最初の発言は本当にもう言語道断で、ホームレスの人たち全般、その生活保護の人たち全般をこう切り捨てる。まあ、本当にその人たちの生きる権利を認めないっていうものでしたけど、まあ、その後の謝罪で語ってることもですね、頑張ってる人や努力してる人についてはなんか、まあ、認めて、あげるみたいな、それじゃやっぱりちょっと上から目線を感じますし、裏を返せば、じゃあそう見えない、彼から見て頑張ってるとか努力してるっていうふうに見えない人については、相変わらずこう切り捨てていいっていうふうに考えてるじゃないかという、やっぱり疑いを持って、います。ただ、今回のまあ彼の発言って本当に度を越した人の発言で許されるべきものではないんですけれども、まあ、似たようなこう考え方っていうのは、やっぱ残念ながらやっぱ社会に蔓延してしまって、いると。で、生活保護についてはやっぱり2012年にですね、芸能人の親族の方がまあ生活保護を利用しているということを、ことさらにこう、自民党の一部の議員さんたち、片山さつ片き山さんさつき議員ですね。が中心となってですね、バッシングをして、で、それによって、まあ、その翌年には生活保護の基準の引き下げまで行われてしまったということがあります。で、その時に、まあ、片山議員らが言ってたことというのは、日本人が生活保護を受けることを恥だと思わなくなったのが問題だっていう言い方をしていて、まあ、裏を返せば恥だと思いなさいっていうふうに、恥の意識をこう植え付けてきたわけですね。で、その影響というのが実は支援現場でも、本当に多大な悪影響が出ていて、私たち、まあ、この間、昨年の春からですね、生活に困っている方、仕事、住まいを失った方々へのこう駆けつけ型の緊急支援というのを行ってきたんですけれども、その中でもう住むところがなくなって、もう路上生活で、まあ正直もう数十円しかないと。人によって本当何日もご飯食べてないという方に、生活保護の申請をお勧めするんですけれども、やっぱ生活保護だけは受けたくないという方が結構たくさんいらっしゃるんですね。そうなんでそすれぐよらいやっね、ぱマイ声ナにスイもメー感ジじを、らっしゃる。広がってしまったと。で、今回私が危機感を抱いたのは、おっしゃられたように、大悟さんってすごく若者に影響力がある。で、今、コロナ禍で、若い人の相談っていうのも非常に増えていて、で、その人たちにですね、なぜ私たちの団体のその相談フォームに連絡をしようと思ったんですかって聞くと、YouTube で見たって方が非常に多いんです。都内の支援団体で集まったその新型コロナ災害緊急アクションっていうですね、ネットワークを作っていて、そのまあ中心でその反貧困ネットワークの瀬戸大作さんという方がずっと駆けつけの支援をやっていて、まあテレビとかでも何度か取り上げて、くださってるんですけども、その動画が YouTube に上がってるんですよ。なるほど。で、今の若者はやっぱり新聞とかテレビは見ないんですね。まあ一般的に見ない。一般的に見ないですし、あとネットカフェに暮らしてると、まあそもそも見る機会がないですから、皆さんやっぱりネットで情報収集すると。で、その際にやっぱり YouTube 見るっていう方非常に多くてですね。で、YouTube で瀬戸大作さんが出ているニュース動画を見て、あ、ここなら信用できそうだっていうので、こう相談に来る方が非常に多い。ですので、まあ YouTube がそういうこう有益な情報を伝える役目も果たしてるんですけど、やっぱりそこにですね、こういう、生活保護に対して、こう、マイナスのレッテルを貼るような動画が、こう、垂れ流されてしまうとですね、やっぱ困ってる方が、こう、制度につながらなくなる。まあ、ただでさえ、やっぱりマイナスイメージがあるのに、それが、こう、増幅されてしまって、まあ、結果的に、こう、生活困窮者を、こう、命をつなぐ制度から遠ざけてしまう。もう、助かる命が助からなくなるっていうですね、これはもう間接的な殺人に近いんじゃないかなというふうに私はまあ危機感を抱いて、まあそれで様々な団体の方とこう、緊急で協議をして、まあ声明を出したということになります。そうですね。このメンタリストという人の発言は確かにショッキングですけれども、私も2012年の片山さつき議員のですね、動き、
というのは本当に罪深かったと思うし、でその片山さつき議員がまだ議員をやってるんですよね。そこはちょっともう信じられないですね。本当に、そういう、だから、そういう人が議員でいられる。あるいは、こういう、第五子のような人が若者に対してものすごく、こう、影響を振るうという社会的な土壌ですね。はい、生活を困窮した人を公的に支援すべきかどうかという、アンケート調査の国際企画で、日本はダントツビリに、支援する必要はないっていう人が圧倒的に多いんですよね。で、そういう土壌も関係しているのかなって思って、でそれが、昨今の新自由主義的な風潮にこう助長され、でもう自分が生き残るのが精一杯なので、そういうもう晩酌尽きた人も知るかみたいなね、そういう心情をなんていうか自己正当化するような。そういう空気が漂っているのかな。そうですね。このコロナ禍に、これは本当に、こう、社会としてこれでは成り立たないじゃないかというふうに思いまして。はい、で、最初に見ていただいた、参議院での参考人の、意見陳述ですね。あれに、このご本に、込められた稲葉さんの気持ちがね、もう凝縮されているように思うんですよ。政治はあるのか、政府があるのか、ということですね。それで、